カルピスイコール薄いの思い出。今50代以上の人が同窓会を開くと決まって話題になるのは介護、持病、年金だという。このどれかを誰かが持ち出すと座はひとしきりそのテーマで持ちきりになる。こういう同窓会で盛り上がるテーマがもう一つある。カルピスである。介護、持病、年金というどちらかというと暗めのテーマの中に突如としてカルピス。急に座が明るくなる。みんなの顔が途端に輝く。カルピスに関する思い出をこの世代の人たちは必ず一つは持っている。同窓会で話題が途切れたらカルピスと同窓会のベテランは言う。カルピスといえばと一人が一膝乗り出す。うちはカルピスの管理が厳しかった。そうそう、うちは母親がカルピスの管財人だった。子供たちが勝手にカルピスを飲むなんて考えられなかった。必ず母親の許可を得て母親の立ち会いのもとに飲んだものだった。みんなの話を遮るようにして誰もがカルピスの思い出を語ろうとする。この世代の同窓会のカルピス効果は大きい。戦後の日本にはカルピスの時代があった。確実にあった。濃厚にあった。三丁目の夕日の時代あたりがカルピスの時代だった。あの頃のカルピスは高価だった。高嶺の花であった。高嶺の花なのになぜかカルピスは各家庭に一本はあった。うちの母親はカルピスの瓶にマジックで印をつけていて、留守の時にこっそり飲もうとしてもダメだった。俺んとこは自分家でカルピスを買ったという記憶ないな。そうそう、お中元とかお歳暮なんかのもらい物。3本セットで箱に入っていて、真ん中が橙色のオレンジカルピスで、両脇の2本が白。そうだった、そうだった、と一同手を叩かんばかりに大きくうなずく。何しろ高嶺の花だったから、いざそれを飲むということになるとどうなるか。うちは3人兄弟だったから、まずテーブルの上にコップを3つ置く。うちは4人兄弟だったから4つね。で、母親がおごそかに水玉模様の包装紙のカルピスの瓶を取り上げて、4つのコップに少しずつ少しずつ注いでいく。みんなじーっとそれを見てんだよね。息さえしなかったな。母親が注ぎ終わるとみんなほーなんて大きな息をして。緊張したよな。隣のコップと1ミリ違ったら直ちに文句を言おうと思って。そうだった、そうだった、確かにそうだった。でもその後子供たちと一緒に母親もカルピスを飲んだという記憶ないな。僕もない。当地はすれど参加せずというのがあの頃の全国の母親のカルピスに対する基本姿勢だったように思う。あの頃のカルピスのあのシーン、カルピスの時代は家族の時代でもあったのだ。戦後の日本の清涼飲料水の歴史は麦茶で始まった。どの冷蔵庫にも麦茶があった。麦茶の全盛時代があったのだ。その後渡辺のジュースの素時代になった。オレンジ色の粉末を水で溶いて飲んだ。美味しかった。渡辺のジュースの素に関しては母親の干渉がなかったから、子供は自分の裁量でいくらでも濃くして飲むことができた。それに比べ母親が作るカルピスは常に薄かった。その頃の全国の子供たちの願いはもっと濃くであった。一度でいいから現役で飲んでみたいと思ったもんだよな。思った思った。どの家にもその家の濃さがあった、薄さがあったと言った方がいいかもしれない。みんなで遊んだ帰りに友達の家に寄るとカルピスをご馳走してくれることもあった。その木と、あいつんちの薄いなとか、ヒロシんとこのはもっと濃いよなとか言い合ったりした。その頃の子供たちはカルピスの濃さ、薄さに関しては厳しいのだった。大人たちもカルピスの濃さ、
薄さには敏感で、よその家を訪問してカルピスを出されると黙って飲みながら、この家のカルピスはかなり薄いなとか、氷を多くして全体を増量しているなとか、その件に関して一度は考察を試みるのが常だった。カルピスはその後、カルピスを水で割ったカルピスウォーターを売り出す。あの時のあの衝撃は大きかった。そんなことしていいのか、それありなのか。僕らはカルピスイコール薄めるで育った。薄める儀式に意義があった。薄める儀式の中に家族があった。赤の他人が薄めたカルピスと母親が薄めたカルピスはまるで味が違っていたのだった。